きなです。 UU クラブ TV ご覧ください。こんにちは。365日カレー2018です。今日も、まだ食べていないカレーパンを求めて、遠征中です。そして見つけたのが山崎ベストセレクション大きなチーズ&カレーパンです。おなじみ山崎のパンなんですけど、ベストセレクションというシリーズはあまり私自身は見慣れなかったんですけど、そのベストセレクションシリーズの大きなチーズ&カレーパンということで、パッケージにはとろーりとしたチーズクリームと野菜と果物の旨味でマイルドに仕上げたカレーを包みましたとあります。カレーパンの中にはすでに、この動画シリーズで食べたんですけど、チーズとカレーの組み合わせのカレーパンっていうのが、実際に他にもあります。レトルトカレーにもチーズを組み合わせたカレーというのが、たくさんあったんですけど、何か広く、認められている組み合わせというか、特に、女性の方、チーズ好きの方には、美味しくいただけるそんなカレーパンなんだと思います。食べる前に、そのように予想しています。それではまずパッケージを開けて中を見てみたいと思います。ご覧の通り、クリームチーズが、たっぷり入っているようです。それではいただきます。チーズの存在感がとても大きなカレーパンだと思います。カレーの味わいとチーズの味わい、とても、濃厚なカレーパンと言えると思います。パンについてはとてもふっくらとしたパン生地です。具材が濃厚なだけに、パンを食べると、パンのところを食べると何かほっとします。いただきました。山崎のパンということで、全国的に広く売られていてみんなが知っているメーカーさんのパンだったんですけど、思ったよりも個性的で、その個性的というのは何かというと、チーズの、味わいが前面に出てる、そんなカレーパンだったと思います。山崎のカレーパンといえば昔から売られているシンプルなカレーパンといった商品があるんですけど、こういった、プラスアルファの、カレーパン、今日食べて、その個性を確認できてよかったと思います。それではまた明日。今回のゆうゆうクラブ TV いかがでしたでしょうか。よかったらグッド押してね。もしよければチャンネル登録もお願いします。バイバイ。